とっておき高松のコーナーです。毎年のように全国各地で台風や地震といった自然災害が発生しています。そこで防災・減災のための備え、家庭で備える防災グッズ編と題して、危機管理課の高橋さんにお話を伺います。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、防災グッズという単語はよく聞きますが、具体的に何を準備したらいいのか正直よくわからないんですよね。私たちはどのようなものを準備しておけばよろしいのでしょうか。はい、実際に災害が起きたときすぐ避難できるように、このような防災グッズを家に準備しておくことが大切です。この中には食料、飲料水、懐中電灯、ラジオ、常備薬、衣類、生活用品などが入っています。食料であれば、最近ですとこのような、いわゆる非常食っぽくない非常食などもございますし、生活用品、笛と先ほど申し上げたんですけれども、普段は LED ライトとして使えるような、ホイッスルなどがあります。はい、本当に保存食っぽくないというか、とても美味しそうですよねはい、それでは外出するときに持っておくといいものはありますか。はい、普段から外出のときにはスマートフォンなどを充電できるように、モバイルバッテリーや LED ライト、筆記用具、水筒などを持っておくと、もしものときに安心です。特に、ホイッスルがあれば被災時に声が出ない状況でも居場所を知らせることができます。なるほど。それでは家の中で備えておけばいいものがあれば教えてください。はい、災害は夜に発生することもありますので、日頃から寝室には枕元に懐中電灯、携帯ラジオ、ホイッスルなどを置いておきましょう。手の届く範囲でスマートフォンを充電するようにするのもいいかもしれません。スリッパや靴などを置いておきますと、ガラス片から足を守るために有効というふうに言われています。防災グッズについてざっと紹介しましたが、本市が作成した高松防災マップには、防災グッズのほか災害からの身の守り方や日頃の防災対策などが紹介されていますので、ぜひご覧ください。高松防災マップがお手元にない方は、市危機管理課またはお近くの総合センター、支所、出張所でお渡しできます。また市ホームページでも閲覧できますので、ご家庭での備えに役立てていただければと思います。はい、備えあれば憂いなし。ぜひ皆さんに日頃からの備えを心がけてほしいですね。はい、今日からできる防災減災のための備えがたくさんありましたね。この機会に今一度各家庭での備えを確認してみてください。高橋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。